強い雨がグラウンドを濡らします。レインカップ1回戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはドラゴンズの先発岡田、マウンドに上がりました。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。1回の表タイガースの攻撃、バッターはオコエ。さあゲームが始まろうとしています。三振です。まず一つアウトを取りました。さあ3球目は何か、変化球空振り。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球は要注意ですね。狙っていることが多いバッターですよ。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました。この回タイガース三者凡退です。赤星さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。そうですね、一番バッターが出塁できるか、これが僕は一番大事だと思います。はい、両チームの一番バッター注目しましょう。タイガースマウンドに上がるのは先発の秋山、どう抑え込んでいくのか注目です。伊藤が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました、いい打球だ。大きな打球になった。さあどうだ、バッターは2番に入っている若松。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上秋山、そしてキャッチャーはマルティネス。このバッテリーをドラゴンズ出す。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する。ナイスチール。これで先制点にぐっと近づきます。打ちました、これはどうか。さあそしてバッターボックスには荒木が入っています。さあチャンスが続いていきます。いい感じでつないでるので、このまま先制点を奪って主導権を握りたいですね。うん、なるほど、そうですよね。まあここはクリーンアップです。走ってきた、盗塁成功。これでワンヒットで2点。打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ。さあそして打席にはレビーラが入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。ここも見送ってよく選びました、フォアボールです。さあワンアウト満塁、先制そして大量点に結びつけることができるか。タイムリー、ここで声をかけました。さあ注目しましょう。インサイド打った、ドラゴンズ先制しました。1対0、なおも満塁のチャンス。バッターボックスは6番岡林。ドラゴンズこの回1点を入れています。さあ先制に成功してなおもリードを広げるチャンスです。いい感じでつながってますんで、切らさずどんどん行ってほしいですね。はい、さあここもいい当たり、伸びる、伸びていく、岡林グランドスラム、素晴らしい一振りでした。追加点が入りました、ドラゴンズ5対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。うん、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、もう少し慎重に投げてもらいたいですよね。そうですよね、まあ、ただバッターからすればここで攻めておきたいところです。高め打ちました、これはどうだ。バッターボックスは8番溝脇。
ツーアウトランナーありません。2球目は何で来るか。いい当たり、これはどうか。バッターは9番に入っている平田。ヒットでランナーを1塁に置いています。少し球数が多くなってきたでしょうか。秋山、この回だけで20球を超えています。赤星さん、しっかり相手に球数を投げさせましたね。ファーストランナースタート、ナイス、盗塁成功。まあ大差がついてるんで走って外れてフォアボール。バッターよく我慢しました。しっかりと見極めています。打ちました、痛烈、これはどうだ。ここは当然という交代でしょうか。タイガースピッチャーを変えます。満塁の場面でマウンドに上がったのは笠原。2回に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、打席には4番バッターマルティネス。ドラゴンズ序盤から大きく点差をつける展開となりました。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。平行カウント、打ちました。打席には6番バッターマルモレホス。ツーアウトになっています。三振を取りました。スリーアウトチェンジ。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対0、ドラゴンズがリードしています。2回の裏になります。ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。荒木がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。チャンスだったんでなんとかしたかったんですけどね、ええ、まあ切り替えてここで結果を出したいですね。高めのボール、これはどうか。打順は4番レビーラ。前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。打ちました。いいプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。あー、これはしょうがないですよね。いいプレーでしたね。さあ、これで決まるのか。バッターボックス岡林、先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホー、打ちました。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2回の裏5対0、ドラゴンズがリードしています。3回に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは万波。ドラゴンズ大きく点差をつけて中盤を迎えています。インコース詰まりました。少し雨が弱まってきたように見えます。さあ、審判団が出てきて試合再開です。インコース詰まりました。バッターは9番に入っている柴田。ツーアウトになっています。この回の岡田、早くもツーアウト。まだ3球しかない。ストレートのフォアボールになりました。2アウトからランナーを出してしまいました。このランナーがピッチングにどう影響していくでしょうか。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。得点圏にランナーを進めています。このランナーが際どいが、あっとフォアボールです。これで2アウト満塁。悔しさがにじみ出ます。これ本当にもったいないですけどね。はい、
3回の裏に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃、バッターは石橋。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ドラゴンズ空振り三振、ワンアウトです。8番バッター溝脇、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。ええ、期待しましょう。笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高め打ちました。これはどうだ。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するか。見逃して三振になります。3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。3回終了5対0、ドラゴンズがリードしています。回は4回の表に入っています。追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックスは4番マルティネス。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れて、インコース詰まりました。バッターは今日 DH に入っている井上。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。岡田、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対0、ドラゴンズがリードしています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。伊藤がバッターボックスに入ります。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。打ちました。これはどうか。バッターボックス若松、今日は盗塁を一つ成功させています。まずはワンアウトを取っています。振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。さあ仕留められるか。アウトコース打ちました。この回ドラゴンズ三者凡退です。4回終了5対0、ドラゴンズがリードしています。5回の表、7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは万波。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。アウトコース打ちました。バッターボックスは8番リチャード。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。岡田、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の阿部。小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。打ちました。センターへ打球伸びる。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対0、ドラゴンズがリードしています。これから5回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。大西が3番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。2球目打ちました。打順は5番土田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。得点に結びつきやすくなる。走ってきた。キャッチャー送球してナイスチール。ドラゴンズ代走を送ります。高松がセカンドランナーに入ります。バッターは6番岡林。次が5球目。引っ張った。
バッターボックスには7番石橋。大きくリードしてますけど、手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。外れてフォアボール。バッターよく我慢しました。しっかりと見極めています。打ちました。詰まりながらも右中間へ。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。5回終わって5対0、ドラゴンズがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレートが多くなっています。直球で押し込んでいる、そんな印象です。ついに最終回を迎えました。タイガース打順よく1番から始まります。オコエがバッターボックスに入ります。前の打席ではフォアボールを選んでいます。打ちました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。次が4球目。空振り三振。ノーヒットノーランまであと1人。バッターは3番中島。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。これで3アウト。試合終了になりました。ドラゴンズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。